エガ、サダ、ヨダ、ヘヘ、リンちゃんです。どうも、アブでーす。 VS が、セブンパークアマミでーす。今回ですね、こちらの VS パークで暗号決定戦をしたいと思います。ただ、今回はチーム戦になります。わ、なるほど。というわけで、今回のチームを独断と偏見で決めたので、そうか、こちらを発表したいと思います。サダチーム、はい、1人目のメンバーを発表します。おい、ヘイヘイ。続いて、はい、エイカーチーム、リョウタ。ユイちゃんがどちらのチームか。サダチーム。女性がいるんで、あとハーテンと立ち顔だけを。顔だけ。今からチーム名を決めてもらいます。あの、これ今20秒取るんで考えてください。20秒。せーの、はい。こちらのチーム名はチームイケメンです。ありがとうございます。ありがとうございます。チーム怪力。はい、チーム怪力。というわけで、視聴者の皆さんはこちらが勝つか、ぜひ予想してみてください。はい、それでは早速、バトルしていきましょう。バトルは、はい、避けて、避けろ、セクシュロール、猛獣を避けて走っていくゲーム、見た方が早いので、早速やっていきましょう。4人でできるみたいなので、わかりました。じゃあ、僕ら2人でいきます。はい。じゃあ、行きましょう。はい。怪力チームどうですか。なんかこれ第2ステージで避けながらお肉を取ったらマッチョになれるらしいんですけど、はい、マッチョになって絶対勝ちたいと思います。そんな目つぶってでもいけるっす。目つぶってでもいけるっす。じゃあ行きましょう。これをね、だいぶ重心動いてないやつおる。一回落ちたぞ、サナが。怪力チーム、脳筋やから。脳筋やから。バランスが分かんない。そうだ、無理やね。あいつやばい。どこ見てんねや。さすがすぎ。まあ、大したことないな、こんなな。ただ、見た目めっちゃダサかったんやけど。重心が固定されすぎてキモかった。もうダメだった。わからんな、まだ。わからんよな、うん。というわけで、はい、2つ目のバトルは、チームイケメンの勝利。すいません、負けました。取り返してこないと。これで1ですからね。それでは、続いてのバトル、行きましょう。続いてのバトルは、キリキリマイ。頭がね、こんなところを引いていくというバトルですね。頭といえば、僕です。確かにね。ほら、確定ですもん。すごい、すごい、すごい、すごい。わー、いいよ、わー、いいよ、いいよ。平平になりました。へーい。剣さばきが上手いだけじゃ勝たれへんってことしてたろ。
け、負け、ドロー。まあ、これエンターに引き分けたっていうことはだいぶでかいですね。ちなみにサナは線はみ出しまくってたんで。そう、マジで。入ってないな。これパッタンちゃうか。その的に当てていくやつですね。これはメンバーを1人選出します。はい、こちらもりょうた。イエーイ。りょうた以外は選ばれない。
ばれて、元サッカー部ですから。そうそうそう、もうこれも勝ったも同然です。ちなみに、はい、僕もサッカー部です。えぇ、ー、いや、ほんま1年だけやってた部活。1年半歴、僕歴12年なんで全然違うじゃん。これ1年半に負けたらやばない？やばい、やばいやろ。それでは、はい、早速やっていきましょう。はい、黄色の板は1点、赤色の板は2点。時間内に何枚の板を壊せるか。時間内。ドンドン。赤赤。うまっ。おい、そんなんじゃワールドカップ出られんぞ。ナイスナイス。おい、うまい。VS パークにサッカー歴は関係ないところですけど、へへ、普段運動せへんって器用やからな。拾ううまい、拾ううまいと。あ、ボール拾いや、あれは絶対ボール拾いやってて、あれ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 、ボール拾い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 、ボール拾うのが面白い。あれれ？1年半に負けるわけないのよ。しんどい。というわけで、チーム決めて勝利して。じゃあ赤いカード入ってない。それでは、はい、じゃあまた行ってみましょう。はい、前半最後の競技はハッスルダービー。前半の最後の競技となります。こちらはですね、馬に乗っかって足をつかずに向こうまで一番最初に着いた人が勝ちという。こちらは順位別にポイントをつけます。おお、なるほどね、なるほど。あ、じゃあ俺らも逆転できる可能性ある。そうです、そうです。1位が4ポイント、2位が2ポイント、3位が1ポイント、4位が0ポイント。なるほどね。ここで1位を取れば逆転ができるという。これこそ怪力使うときやから。お前、確かに。ハッスルダービーやから。そうそうそう。というわけで、はい、メンバーの方、この2人で、ここで活躍しないと。それでは、はい、早速やっていきましょう。はい、じゃあみんなスタート押すで。怪力チーム、イエーイ。一瞬だが怪力ってこと忘れてた。忘れてたよ。得点差は4ポイントと7ポイント。大丈夫後半戦？いやいやいや、大丈夫ですか？いやいや、わざとかざしてあげたんやんか。そうそう、勝ち方もイケメンじゃないとか。ちは逆にも追いつけないぐらい引き離しますね。そう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 。というわけで前半戦の動画はこちらで終わりなんで、後半戦結果が気になる方はぜひください。後日公開します。サポートメンバーの SNS チャンネルは概要欄に貼ってますので、ぜひそちらもチェックしてください、はい、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録してね。 SNS もやってるよ。後半戦もお楽しみに。それではハバーグッデー。